はい、では始めます。今回は、この お話の原稿案を比較的早く、配布をさせていただいたんですけども、そのせいで、ということもあって、結構その、話す中身が当初考えていたものと変わってきてしまいました。今からお話しするのは、もちろん今回の、原稿案と無関係ではなくて、特にその、原稿案の最後の部分である、日本の、この追求してきたもののバトンタッチをした相手が中国でしたというこのお話と特に密接な関係があるところの別のお話をするというそういうことでありまして、要はバトンタッチをするに至る日本の歴史というものを私の太田使館ってほどのものではないですけども、その太田使館の目で見たところの日本史を振り返るというそういう内容のお話にしたいと思っています。で、このところ、資料を使っておりますけれども、大した資料じゃないことは毎回あんまり変わってなくてですね、今回も単に、肖像を並べ立てただけです。で、始まりはですね、これは皆さんその想像もつくように、聖徳太子馬宿の巫女であります。で、なぜここからその私の日本史の話が始まるかっていうのも、長年この私のコラムを読んでこられた方にはまあすぐ分かることでありまして、大殿氏だったか物伸び氏だったかその両方だったか、とにかく それまでの日本の軍事体制っていうものがボロボロになってしまった時に、結構その、潜在的には日本が脅威を感じなければならないような事態が当時の中国大陸で生じていたということがあったわけですね。それがその隋によるその下方ぶりのその中国本土の統一でした。で、下からぶりの中国本土の統一といってもですね、その前その統一してた時代というのは領域的にはもずっと狭いけれども、州ですね、正しく言えば清州の頃だったわけですけども、その時と決定的に違っていたのは、隋、それから隋を継承した唐もそうですけども、これも皆さんご存知のように、この私の言うところのというか、これはまあ一般用語でもありますけれども、その漢字の漢に人の王朝では必ずしもなかった、つまりその北方遊牧民族の征服王朝であるという側面を持っていたということです。で、聖徳太子がですね、どういうふうに考えていたのかっていうのは、分からないって言えば分からないわけで、あくまでもその状況証拠を積み上げていって想像するということでしか我々はアプローチのしようがないんですけども、私が想像するにはですね、日本の国内といいますか、国内ではないわけだけれども、要は日本列島の内部においても、蝦夷勢力っていうのはまだその北方に残っていましたし、で そこに持ってきてその、中国大陸の方でもそういった大きな動きがある。で、他方その日本の軍事体制っていうのは非常にその、異論ある状況にあっていたというので、
軍事力を強化しなきゃいけないと。じゃあそのどういうふうに強化すべきか。で、一つの手がかりになったのはそのエミシでありまして、エミシっていうのは、その馬を使っていたし、その馬に乗って弓矢を使うというそういう戦法を取ってたんですけども、それはまさにその当時その中国大陸において、漢人たちを席巻したこの北方に、まあ、主として北方にこのいた遊牧民族たちと、そこは同じだったわけですね。その遊牧民族たちほどそのエミシっていうのは機動力があったわけじゃ ないし、それから、おそらくその北方遊牧民族ほどその強かったわけでもないでしょうけどね、軍事的に。いずれにしてもそういった脅威にこのきちんと対処できるような軍事力を、軍事体制を日本は整備しなきゃいけないというふうに考えたんだろうと。でもそのこの我々が一般に抱いている招待体式のイメージっていうのは法隆寺とかですね、なんかを通じてこの感じられるところのその彼の仏教へ の愛ですね、というイメージが強いわけですけども、この私の見方ではこの2つの関心というものは、聖徳太子の中で、この一体のものだったのではないかということです。というのはどういうことかっていうと、私自身がこの防衛省、当時は防衛庁でしたけども、防衛庁にいた時に、例えばその防衛白書なんかを書く時にですね、このどういうことを考えざるを得なかったかというと、この日本 の, その,、この軍事っていう言葉は使えないわけで、その防衛体制ですけども、防衛体制っていうものは格好で、今後こういうものを目指しますということはもちろん書けるんだけども、このより難しいのは一体その何を守るのかっていう話なんですよね。そうするとその、多分聖徳太子も同じようなあのことを考えたに違いないと。つまりどういうことかっていうと、確かにその、その領域を守るっていうのは大前提としてあっただろうと。しかしその領域でもですね、このエミシの住んでる領域をどん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 侵食している状況ですから、領域というものは、この変わりうるものであるわけです。で、そうするとその領域を守るっていうことだけではその、話は終わらなくて、じゃあその領域を守りにあたっていくの、当たって守るものは何なのかと。というそのなんかそのトートロジーみたいな話になるんだけども、しかし そこは結構重要なわけで、それはその、その軍事力整備の方向性だけじゃなくて、その士気にも関わってくるわけですね。 でそのここはだから私 そのさっきから申し上げているのは、まあ、全てそうであるんだけども、まあ、想像ではあるんですけども、まあ、一応その聖徳太子、今江戸の巫女が実在してたっていう前提に立ってのお話をしていますけども、彼がその遣隋使を派遣した目的を考えるときに、一つは当然だからまさにその遊牧民王朝とも言えた隋、まあ、そのすぐ唐に変わりますけども唐も同じですけどね、その軍事体制というものをきちんとその立地に見聞して、それでその上で整理して日本に持ち帰るということがあったのと同時に、この聖徳太子はその仏教に目をつけてですね、なぜ目をつけたかっていうと、彼はその仏教、とりわけその法華経の中にその、その日本が当時日本と言ってかどうか知りませんけれども、日本が守るべき価値というものが仏教を通じて感じ取れたということがあったんじゃないかと思うんですね。そうするとその
その仏教っていうのはこの中国から伝わってきたわけで、まあ、はるかその源はインドだったんだけども、とにかく日本にはその中国経由で伝わってきたので、中国におけるその仏教っていうものをきちんと学ぶことによって、日本が守るべきものについてもきちんと理論的にこの説明できるようになるんじゃないかと。それからこれはむしろこっちの方を、その私は 前にはその指摘をしてたんですけども、この聖徳太子の頭の中には、この周の時代のですね、封建制っていうものが念頭にあって、その、封建制を維持していた方がそのあの勧進王朝を維持することにはよりその、可能性を高めたのではないかというふうに考えたのではないかということを前に指摘、していましたけれども、そのそのためにはそのこの封建制において、軍事力の核となるのは、中央政府の、軍隊ではなくて、このそれぞれの封をその受けた、人が武装をして、その自分の、自分の縄張りとして与えられた地域を守るというのがその革新であろうということから、そういうものを日本でも要請しなきゃいけないということを考えたというふうに想像したんですね。でそうすると、しかしそういうその人たちの生き様というのは、それまで その日本人の生き方、生き様というものとちょっと違ったこのものにならざるを得ない。それはある意味では、その仮にその従来の日本人の在り方というものが自然なものであるとするならば、それに対してこの不自然な姿になってしまうわけで、そうするとその不自然であり続けなきゃいけないと同時に、不自然になりきらない必要もあるんじゃないかというふうに考えたんじゃないか。でこの要するにそういうふうに、その完全にその不自然な存在になりきらない、その方策も仏教が提供してくれるんじゃないかというふうにも、その聖徳太子は考えたんじゃないかというふうに想像したわけです。でそういうふうに考えるとですね、その総合の日本史全体が非常にこの分かりやすくなるというのが、私の印象であるわけで、同じような印象を皆さんが受けるかどうかは、それはその皆さん、それぞれご自身の受け止め方はいかんですけども、私には少なくともそういうふうに、思えるということです。で、それがまあその聖徳太子梅田道三皇子の話なんですけども、次で、これもその昔からお宅も読んでいる方ご承知の通り、次に、エポックメイキングな、こととしては、その桓武天皇が、私の言うところの桓武、天皇構想というものを、作ったということなんですよね。でそれは何かというと、さっきのその、聖徳太子梅田道三皇子の問題意識を踏まえて、それを具体的なその計画に落とし込んだといいますかね、そういうそれが桓武天皇であったというのは私の見方であるわけです。で桓武天皇がその遣唐使をその派遣するにあたって、その最澄を入れてるわけですよね。でその最澄はすでにその桓武天皇の
この側近的なその僧侶で、相当格が高い人ですでにあったわけですけども、そういうその人物を指名して、そのわざわざその唐に送ったというふうに考えるべきじゃないかということに今回今思い立ったんですけども、それでじゃあ何をその、この最中にやらせたかというと、法華経をその根本仏典とするところの天台宗をきちんと学ばせたということであります。でこれはだからそのさっき言った聖徳太子の問題意識を踏まえてのものだろうというふうに私は見るに至っているわけです。で、まあもちろんその一方でこれはその大っぴらにその、公言でできないので、隠し、された任務としていろんなその遣唐使で送られた人たちに言い含めたのだと思いますけれども、当然その唐の、軍政をきちんとその、学んでっていうかそのスパイをしてですね、それでその日本に持ち帰るということだったんだろうと思います。そういうこの意味で、この遣隋使遣唐使というのは送られたのであると。あとはそのなんていうのか、その、なんていうかな、付加的な話であって、根本はそうなんだろうということになるわけです。で、その次にその、ここで随分その時間が飛ぶんですけど、日蓮が登場するわけですね。で、日蓮についてはこの何て言いますかね、その、この鎌倉仏教の諸派のうちの一つの創始者という位置づけになっていて、それはそれ自体必ずしも間違いじゃないんですけども、そういうそのことでは収まりきらない巨大な存在であるという思いが次第に私の中では高まってきています。相当前から高まっていたと思うんですけども、このさらに高まっているということなんですよね。で、この考えてみますと、私のこれはこのコラムにも書いたことありますけども、すぐに大学に入ったらその紛争になっちゃいまして、そのしかし紛争の中で駒場祭をやったんですけども、教授たちは自由に出会いできないような、その当時は教育部でしたので駒場キャンパスでしたけれども、そんな中で駒場祭が行われて、その時に私がその展示したのが、当時の原理教会、統一教会ですねの話と、それから創価学会の話、その2つを比較する展示をやったんですけど、今から考えてみると、全くの、まぐれですけども、結構いい線っていうかいい組み合わせだったあなという思いをしています。というのは創価学会というのは日蓮の流れを一応は組んでるわけですし、それからその原理研究会の方、統一教会っていうのは今世間をというかその一瞬騒がしただけでもう早くも、かけ始めていますけども、その要するに私の言うところのキシカルトと密接な関係があるということで、その現在の日本を考えるにあたってはそれを抜きに考えることができないような、そういう宗教団体ですよね。だからその2つをたまたまその対にしてそれで展示したというのは極めてその面白かったなと今から思い出していろいろ考えるところがあります。でなぜその、日蓮が重要かというと、
そのですかね、この、この聖徳太子がイニシアチブを取って、それからそれをその具体的な形にしたのは桓武天皇だけれども、その桓武天皇が具体的な形にしたそのプランというものがほぼ達成された時期に、この一連は、その先をどうするんだということを考えたわけです。つまりせっかく日本は海がその障壁になったという点がかなりというか決定的に大きかったとはいうものの、いずれにしてもその日本は当時の世界のいかなる脅威もについても跳ね返す、軍事能力を持つに至ったんだけども、じゃあ それをその使って何かできないのかと、でいよいよその考えてみれば、その、聖徳太子もですね、日本のその、価値というものを守るということを目的として、軍事力の整備をしたわけだから、でその日本が守るべき価値というものが普遍性があって、世界中の人々もその価値を信奉してこのもらった方がいいのであれば、そういうその風になるようにそのせっかく整備した軍事力を用いるべきではないのかということを日蓮は考えるようになったわけです。でじゃあその方向に人々を動かすには、この宗教という方便を使うのが一番いいだろうということで、彼はその宗教の方便を使って、とうとうとその自分の考えるところを、この述べたということになるわけで、この大事なことはそういったその、この思想と言っていいんでしょうけども、これを打ち出すにあたって最初からその、この近衛家が関わってたということになるわけです。でその近衛家の当時のその有志であった、有志と養子との違いについては、まあそのあ、ここでは立ち入りませんけども、そのあ、こうなってこうなその有志になった先、養子になった先によっては、その両者の差というのはほとんどなかったというふうに見てもいいと思います。遺産相続とかなんかの面では全然違いますけどね。でその日照っていう人の人が、その、最初の、 その日蓮の弟子になって、年齢はその日照の方が上なんだけれども、このそこもまた重要なわけです。でこの近衛家っていうのは、その、藤原氏の流れを組む中で、その藤原氏の筆頭で あってですね、まさにその日本の宮廷の中枢をずっとその占めて来ていて、またその後も、少なくともその明治期まではそういうその位置づけである、そういうその家柄なわけで、そこと最初からその、タイアップを言えばタイアップをしていたということが、その日蓮のたまたまの巡り合わせではあったんだけども、その大いに意味を持つことにその後なるわけです。でその次を誰にするかっていうのは随分考えたんですけども、一応その合田天皇にしてみました。で、というのは、その普通はその後醍醐天皇を持ってくるんでしょうけれども、考えてみると、その後醍醐がやろうとしたことは全てその合田天皇がその手がけたものばかりなんですね。でその鎌倉幕府を倒すっていうことにどれほどその合田天皇がコミットしていたのかっていう、こういうことまでよく分からないんだけども、まあ要するにその後醍醐のものの考え方、思想、それから後醍醐のその施策、諸施策というものの全て
はゴーダーの打ち出したものを引き継いだものであるということになるわけです。他方その、よく言われているその両党定立のうちの自民党じゃなくて 何党だっけ、もう一つ大覚寺党だ、大覚寺党の祖と言われているのは後上田天皇の父親の出てこねえな、誰だっけ、亀山、あ亀山天皇で、だったので 亀山天皇も一応その法華経を極めてその重視したということになっていますし、それからまたそのそういうその弟筋に当たる、にもかかわらずその、両党定立のきっかけを作ったという意味でも亀山天皇の存在というのも重要なわけですけれども、でも、まあ、要はその両者の間に あって、その両者をつなぐ存在である、後上田天皇に沈黙をしたらどうかというのが、私の発想です。で、それでまた、時代がずっと飛びまして、今度はその皆さんよくご存知の織田信長で、この絵は、宣教師が描いたと言われています。だからその、多分これが一番その、信長の実際の姿に近い肖像画なんだろうというふうに思われるし言われているところです。でその信長がなぜ重要かというと、これもあまりその世間では注目したいんですけども、あの旗印のてっぺんに、吹き流しではないんだけども、要するにその旗は旗なんだけども、小さい旗が掲げられていて、このそこにその南無法蓮華経と書いてある、要するにその法華経と書いてあるわけですね。で、織田信長の自責なんかについて、まとめた、簡単にまとめたものを典型的なウィキペディアなんかでもですね、そのこの旗印について言及することは普通はないわけですけども、それがまた不思議でならないというか、あの先ほどの後上田天皇もそうなんですけど、後上田天皇が、13歳の時に、まあ、それすでにその天皇になって久しいわけですけども、その時にその日蓮の請願を受けて、その、この非常にその要するに日蓮の当時何と名乗ってたかどうかとよく分からなくて、法華宗と言ってたとも思えないんだけども、いずれにしても日蓮宗とは言ってなかったんでしょうけども、それを非常に とにかくその褒めて、そのもちろんだからその法華経を褒める上げる形で褒めたんですけども、それがかなり画期的なことであったと私は思うんだけども、その実績についても普通その後上田天皇の実績を取り上げるような時はその完全に無視されるというのが実態で、それと同じように信長がこの旗印に掲げるこの法華経という文句についても無視するというのがお約束に、まあ、日本史学者ないあるいはその日本史構図家の間ではこの当たり前のことになっているようですけども、そういうことによって我々は随分その欺かれてきているというのは私の率直な印象です。いやだから現にその家康についてはこの御礼の文部浄土っていうのはやたらとその取り上げられて持ち上げられるわけですけども、それとその同じことをどうして信長についてはしないのかっていうのは全く理解できない。この旗印についてもその本記の方についてはその銭を表示したっていうので盛んに取り沙汰されているんだけども、その金よりもその要するに思想の方が重要に決まってるわけですよね。
で次にこの秀吉です。これはその信長と秀吉っていうのはほぼ同時代っていうか完全同時代人なのに、どうしてその2人をそれぞれ、この取り上げなきゃいけないかってことになってくると、これも私のこれも読んでる人にとっては常識ですけども、2人のその日蓮のその思想っていうものを実行に移す際の入れ方っていうのは違っていたからなんですね。で、信長はその天皇を巻き込まない形でやろうとしたんですね。それに対して秀吉は天皇を巻き込む形でやろうとしたという、そういう違いがあって、私は後者を秀吉流日蓮主義というふうに名付けたところであります。で、日蓮主義っていう言葉自身はその今回の原稿で言うと、これはその、割と初めの頃に、出てくる、誰だっけ、黒中会の、出てこないな、田中中学、そう田中が作った言葉ですけども、極めて使い勝手のいい言葉でありまして、この、田中近くの国中会自身はその広い意味ではその宗教宗派とも言えるんですけど、他方その一種 の, その思想団体というふうに捉えることもできるわけで、私はその思想的な意味でもって日蓮主義というものを愛着して使わせてもらってますけども、その中でそのでだからその田中四角の頭の中では日蓮主義というのは明治以降にその、このなんていうかその、にその、言葉が生まれただけじゃなくて、そのなんていうかな、その、日蓮主義が表しているところのその運動ないしはその団体を指しているわけですけども、諸団体を指しているわけですけども、私はそれをそのずっと昔まで遡って、使わせてもらっているということになるわけです。 なぜそれが便利かっていうと、信長も秀吉も日蓮宗徒ではないわけですよね。ないんだけれども日蓮の思想を実行に移そうとしたという意味では日蓮主義者であるというような形で使えるものですから、日蓮主義という言葉を遡って使わせていただいているということになるわけです。で、ところがその秀吉の、で信長はそのご存じのようにその突然殺されたって、この思想を実行に移すところまで行ったのを秀吉は実行には移すんですけども、これまたその近衛家等の抵抗もあってですね、この本家本元の家元の日蓮主義の、ちなみにその近衛家自身も別段その、日蓮宗徒であったわけではなくて、もちろん師弟が日蓮宗の構想になるといったようなことはそれはあったんだけども、本家自身は別にその日蓮宗でも何でもなかったっていう意味では、でやはりその日蓮主義家であるという言い方ができるわけです。でとにかくその秀吉は実行したんだけどもその失敗をしてしまったと。でそのじゃあその失敗に終わったものをとにかくもう一度その試みようということをその考える人が出てくるのは当然なであるわけで、それはその伏流となって江戸時代をいろんなところでその流れ続けるわけですけども、それがそのこの噴出してきたのが幕末でありまして、ご存知島津成明が登場することによって、島津成明はその日蓮宗徒にもなることによってまさにその伏流が地上にその、噴出してきたということを内外に明らかにしたということになるわけです。でさらにそのちょっとだけですけども時代が飛んで、これもまたその太田クラブの皆さんにとってはご承知の瀬戸山源
が上がってきて、その島津成明の、この考えたことを実行にいよいよ移すということになるわけで、この島津成明と静山源を結んだあの人で一番大きいのが山形有朋だというのは私の説であるわけですね。でその山形有朋が亡くなった以降をその昭和期において、その山形有朋のその後を務め上げたのが西園寺公望だというふうに申し上げてきているわけです。で杉山は私は前からそのおおむねだからその自伝式に基づいて日蓮がやろうとしたことを達成したというふうに申し上げているんですけども、それはおおむねだったですね。なぜおおむねかというと、おおむねの取れた冠水は中国に委ねたわけです。なぜそういうふうにしたかということなんですけども、それも実に簡単な話であって、そうしないとそのそれぞれが格好撃破にあって、両方ともその欧米勢力によって潰されちゃうからですね。そういうことが起こらないようにするにはステルスでもって、この毛沢東が率いる中国共産党にこの日蓮主義 の, そのバトンをその委ねなければいけないということになって、それを見事にそれも含めて見事にやり遂げたというのが私の見方であるわけです。では具体的にですね、どういうふうにそのバトンタッチが行われるかっていうのが今回のそのお話の原稿 の, その最終部分でありまして、この実のところそんな話をそのするつもりは皆さんにその今回のオフ会のご案内を差し上げた時点では考えていなかったんですが、その何て言いますかね、そのご案内を差し上げてしばらく経って、このじゃあその具体的にどういう原稿をするかっていうことで詰めていった時にですね、このいや短くなりすぎるなっていうことを見つけてですね、でそのもしその、もしっていうか場合によっては続々をそのいや要するにそのに杉山構想を完遂に協力したそのこの諸勢力についての話をさらにその引っ張ってですね、続々というのをの時にでもやってもいいかなと思ってた文学者について、急遽その、今回その入れ込むことにしたんです。で文学者についての話を始めていろいろとネットを漁っていたらそのどうしてもって言いますかね、そのこの、このバトンタッチに携わった文学者がゴロゴロと出てきてしまったもんだから、だからやむなくそこでもってこのバトンタッチの話も入れ込もうということにしたんで、結果的にはその分類が足りただけじゃなくて結構今までの中でもその多めの、そういう原稿になってしまったというそういう経緯があります。でどういうふうにバトンタッチがなされたかということなんですけども、その関連でそのこの西田喜太郎だのその筧勝彦だのそれから上杉晋吉だのにも取り上げたんですけども、要は何が言いたいかというと、この哲学者ですとかその法学者、統学者といってもその家計もですね、それから上杉も憲法学者ですから、まあいわばその公哲学者であるという側面があるわけですけども、でまあ哲学者というのは思想家でもあるわけでっていうか、まあ、いや厳密に言うとそうは言い切れないんだけども、まあその大幅にオーバーラップしてるわけですけども、でだからその何が言いたかというと、そのこの要するにその明治以降のとりわけその昭和期のですね、この日本の哲学者の思想家と称する人たちはろくな、そういう意味ではその日蓮主義の観点からですけども
でろくなその業績が上げてないっていうか、自然主義に役立つようなそのことは何も言ってくれてないっていうことを言いたいために、そこでこういう人たちに言及したんですよね。で、この、他方文学者だってその、いろんな人がいるわけで、大体は要するに売文でをその、で見過ぎ良すぎをしてるっていう人たちの方が多いわけで、このまあ別にそれでもいいわけで、人々を楽しませてですね、それでもってそのお金を稼ぐことに何の問題もないんですけども、そういう人たちだけじゃなくて、その、文学者の中で、当時のですね、日本の文学者の中でこのバトンタッチに、にというか、そのさらに広く言えば日蓮主義の、完遂に非常にその、有効な役割を果たしたといいますか、そういう人たちも何人もいるなということを発見したということです。今更ながらという感じもして、まあ大体はこの、このここに登場するような人たちの小説類について、小説やその詩については私も、この親しんでいるものがその大部分で、当然そのそれぞれの人についてもよく知ってるんですけども、そういう今申し上げたような観点から、こういう人たちを、見つめ直してみるというのは今回初めて試みたんですね。でその中でその非常に重要な役割を果たしたのは、一つは高村光太郎で、高村光太郎はこの要は宮沢賢治を見出した人って言ってもいいと思いますね。だからその高村光太郎の尽力がなければ宮沢賢治の作品集っていうものは、ほんの一部を除いてはその後世に伝わらなかった可能性もあるわけで、なぜ言うかっていうと、この、我々はその宮沢賢治の、諸作品を通じて、その人間主義、日蓮主義、というものがいかなるものであるかということを、この、直感的にその理解することができるわけです。だからその、宮沢賢治の諸作品がもっと広くその世界に、普及することを願っていません。でもう一つ重要なのはミシャナ工事であって、でムシャナ光治がその先ほどから言っていますところの、バトンタッチに深く関わった人物だということに、文学者だということになるわけで、それがまあ新しき村で、新しき村への着目っていうのはずっと前から、私は知っているつもりですけれども、今回よりそのきちん とそれは何だったのかということを、この考えることができたということになるわけです。で、武者の工事の問い面といいますか、その中国側のそのこのなんていうかお仲間といいますか、それが一人はその老人ですし、もう一人は周作人で、この兄弟で、老人の方との直接の付き合いはないようですけれども、要するにそのこの思想的にはその密接のつながりがあって、それから周作人とは実際の面でも非常に親しい間柄だったということでもって、このバトンタッチに決定的な不可欠な役割を武者の工事は果たしているわけです。なぜなら武者の工事は武者の工事はその人間人間主義というものをその目に見える形で、その見えちや番でもって目に見える形にすることによって、中国の人々にアピールするという、そういうその役割を、私の大胆な想像では、この集まろうによって、まあ命じられたといいますか、そういうその指示を受けて、この構想を温めて、それで自分の資産も一部投じて
この新しき村を実際に立ち上げたわけで、それをその、ある意味かのかなりその派手に無理やりにっていうぐらいに言ってもいいと言ってますが、それをその中作人が林立てて書き立てて、中国の現地でですね、それでそれに、毛沢東等がその飛びついたという、そういう経緯があります。で、このかつその私が見るところ、周作人が、毛沢東と、その杉山元らこの杉山構想、実行者との間をの連絡役を務めていたんじゃないかというふうに思われ、だからこそ彼はその事実上の日本の占領下にあった北京に最後まで留まるんですよね。でしかしその周作人をその蒋介石政権は、その収監しますけども、収監から彼を解放して、まあ軟禁に近い状況ではあるんだけれども、しかしその何のお高めもなく、周作人は、この命を全うしますけども、まあ、同じことはその、いわゆるそのあのカンカンと言われている人たちに対するその中国共産党 の, この、かなりその、緩い、この対応からもその同じことが言えるんですけども、私の主張しているように、その杉山元だと裏で手を組んでいたとすれば、それは当然なわけです。他方その蒋介石政権の方がカンカンをものすごく憎んで、この厳しくその死刑も含めてですね、この処理したというのもこれまた当然なわけで。ということになるわけですね。で、この、よくその 宮崎東天とそのこの絵集まるというのは、その全く違うそのアジア主義だったという言い方がその通説的になされていますけども、そんなはずはないんであって、先ほど言ったようにあの、先ほど言ったようにというか、そのこの絵集まろうとそれから宮崎東天の、アジア主義っていうのは同じだったからこそ同じ団体に2人はいたわけで、まあで、この絵集まろうの方が、トップにいて、宮崎東天は一会員ではあるんだけども、しかしその、会長のその考えていることと、それからその宮崎のようなあの有名な有力会員が考えていることが違うわけはなくて、そんなものはそのきちんと、すり合わせをしてっていうか、すり合わせをする必要はないぐらいその簡単相手らす関係だったからこそ、その同じ団体を、に属していたというのが私の見方です。で、あとはだからその他大勢ですので、この走るとして、時間はどうですかね。ああ結構時間は経っていますので、これぐらいにします。はい。